はい、1999年12月に発売された、ドリームキャスト版シェンムー1章横須賀のゲーム実況いかがだったでしょうか。サンゴさん、河合さん、お疲れ様でした。そこから十数年ですね、僕たちは20世紀から21世紀にタイムスリップして今ここにいるわけですけれども、ここからはですね、シェンムー3プロジェクトにつきましてゲームクリエイターの鈴木優さんに直接お話を伺います。鈴木優さんです、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、自己紹介も必要ないぐらいの、ね、世界の優ですから、ね、なんていうのかな、本当に僕この、ね、数日間なんか驚いたり感動したりし続けてるんですけど、まずお聞きしたいんですけどね、うん、シェンムー3の反響すごいですよね。そうですね、14年経って、うん、ここまでまた反響になってすごい、ね、嬉しく思ってます。うん、この状況、なんていうの、ネットとか、まあ、もちろん後ほど聞きたいんですけれども、ね、なんかこんなにこのゲームを愛してる人がね、世界中にこんなにいたのかっていうね、この感じね。そうですね、うん、なんかこう署名運動があったり、ね、数年前から、ね、うん、それで何万人も集まったり、うん、いろいろそういうのは経験したんですけども、うん、なんかいろんなところに行ってもシェンムーシェンムーってよく言われて、うんうん、だけど今回うん、ファンの方がすごくビデオを作ってくれたり、うん、いろんなことをしてくれて、うん、ここまで深いところで思ってくれてたのかっていうのは、うん、再度また痛感してますね。うん、ね、そのね、ファンの方々とのね、の反響、そしてユウさん考えていることで、ユウさんこれからされること、今日はそのあたりをね、じっくり聞いていこうと思うんですけれども、その前にですね、鈴木優さん、この方がですね、もちろん皆さんご存知だと思うんですけれども、ゲームをどう進化させてきたのか、その歴史を、ね、改めて振り返りたいなと思います。ね、もう90年代しょっちゅう、ね、インタビューこういうふうにさせていただいて本当にゲームが進化するたびに鈴木さんがいらっしゃって、で常に革新的なことを、ね、ゲームが 3D になるとかそういう時に常にいらっしゃって、でも今考えるとね、それが全て今スタンダードになっているというところが言えると思うんですけれども、そのあたりをね、ちょっとユウさんの個人史としてお聞きしていきたいんですけれども、最初にちょっと遡るんですけれども、うん、まずなぜゲームクリエイターを最初目指されたんでしょうか。はい、もうすごい80年代70年代そうですね、うん、最初でもゲームクリエイターを目指してなくて、最初はやっぱり歯医者とか、あと歯医者ダメになった後ミュージシャン目指したりして、で次はやっぱり将来性のあるっていうことで、うん、プログラムかなと思って、その中から、それは全てあれですか、学生時代ちっちゃい頃から歯医者さんとか、でも、ね、音楽もじゃあかなり真剣に、だから今もスコアとか平気でパッと読めますもんね。そんな読めないですけど、やっぱり音楽も好きで、でも学生時代から当時としては割とこうプログラム勉強するなんていうのは新しかったですよね。そうですね、うん、横文字の職業がいいななんて思っちゃったりして、それでやっぱり将来性のあるものっていうことです、うん、プログラムがいいなと思って始めたんですけど、うん、最初はゲームのプログラマーっていうことじゃなかったんですけど、それでいろんな会社を面接している中で、はい、セガっていう会社を面接して、はいはい、でその時セガが面白い会社だと思って決めたんですね。うんうん、でちょっとセガに入られて以降、ゲームの制作を始められて以降の、うん、ラインナップが、スライドで用意してあるので、ちょっと見てそれを見ながらお話したことです。最初にゲームを作り出されたのは84年からということですね。そうですね、入社が僕は83年なんですね。割とじゃあすぐですね、家庭用の SC1000 っていうね、セガさんの割と初期の家庭用、ゲーム専用機、無形に作られてたんですね、アーケード行く前にね。そうですね、アーケード行く前に1個コンシューマーですね。 でもこれそのアーケードでも行けそうだっていうふうになりまして、アーケードの師団筐体があって、はいはい、その中にそのコンシューマーのボードを入れて、アーケードバージョンも作ったんですね、これ。アーケードでチャンピオンボクシングっていうのはその後出たんですね。ええ、出たんです、出たんです。
でもね、なんといってもですね、もうセガというか、まあ、鈴木優と AM2 系の鈴木優という名前が世間に届いたのはですね、本当にあのゲームセンターの風景をね、僕は本当にあのリアルタイム世代なんで印象あるんですけど、ある時からゲームセンターがね、ものすごい未来空間になっちゃった。この辺 の、 あのハングオンから始まる、ね、体感ゲー ゲームそう、うん、でサリアも入れていいと思うんです。アウトランダとか、ね、うん、バーチャレーシングとか、うん、この辺のなんかなんていうのか なんて狙いというか、どういう発想でこの辺りのゲーム作り出されたんでしょうか。あの一つはあのゲームセンターっていうところが、うん、結構ネガティブなイメージが強かった時代だったんですね。なんか不良がたまり場になったり、そのやっぱり学生でタバコ吸っちゃいけないのに、うん、そこで隠れてタバコを吸ってたりっていうことで、結構暗いイメージがあって、うん、ゲームセンターのイメージをやっぱり変えたかったっていうのはあるんですね、うんうん、ですからその何でしょう、そのバイクに、バイクがイメージがいいかというとまたちょっとどうなのっていう話もあるんですけど、いわゆるバイクにまたがってこう動かしたりして、うんうん、体を動かしてでやる風景が、ゲームセンターのイメージをちょっとフレッシュな感じに変えるんじゃないだろうかとか、やっぱりもっとその今でいうアミューズメント空間、うん、そのディズニーランド方向っていうんですか、はいはいはい、あの流れの中 でちょっとでもスタイルを変えてプレーする人の姿を変えていきたいっていう思いはあったんですね、うんうん、実際にあの頃にね、あのゲームセンターが暗くてね、学校に禁止されたりとか、ね、子どもたちが行きづらい雰囲気の時にハングオンとか、あとアウトランとかね、うん、もう本当に爽やかでね、気持ちのいいゲームで入ってきて、うん、もうなんか一変しましたよね、空気が、ね、親子で行っても、あるいはなんか本当に若い女の子が行っても楽しめるような場所に、ね、ゲームの力で変わったみたいなところがあって、もうこう見るとあれですね、こう結構早い時期からCG というか、うん、3D の特に CG かなり先取りされて、そうですね、CG 自体はバーチャレーシングから92年から CG のボードを使った、うん、本格的 CG になるんですけども、うん、ハングオンからバーチャレーシングまでの間は、うん、中身の計算は全部3D の計算でやって、うん、表示の部分だけが、うん、2D のボードを使ってやってたんで、うん、今渡辺さんおっしゃってるようになんか中身はね CG と同じことをやってたんですね、うん、さっきね、実況の中でスペースハリアとかってうまい具合に技術当時のね、うん、2D のボードで 3D 技術 3D 空間作って、でもあれで、あ、そうか、ゲームっていうのは、うん、なんかそのなんていうかな、こう記号論的にこうある世界をこう書き直して平面性を持ってくるんじゃなくて、うん、まんま見たままの風景をね、うん、遊べるんだっていうのを僕らは結構衝撃でしたね、うんうん、そのままになっていくんだっていう。学生の時に 3D の勉強をしてたので、あ、もうその頃にじゃあ 3D の CG の概念を、そうですね、学生の時は 3D で建築の卒論をやってたので、その時にやっぱり 3D は面白いぞってなってて、うん、やっぱりゲームの中で 3D を表現したいんだけど、うん、3D のボードがないから、うん、結局ハングオンからは疑似 3D っていうんですけど、うん、内部の計算は全部 3D でやって、だから見た目はちょっと 3D っぽいですけど、うん、表示のところをその 2D のうまい重ね合わせ で、そうなんですよ、 3D で見せて、うん、最後にその出る 3D の結果がこうだろうっていうものを全部パターンで持ってて、それを組み合わせてその一番近いものをそこに。ああ、でもその計算はあれなんですね、うん、3D だったんですね。そうです。あ、ちょっとこれ初めて聞きましたよ、この話、うん、面白いですね。あ、そうか、やっぱり先取りされてるっていうのはね、もう若い頃からそうだったんですね、中身は 3D なんですよ、表示だけちょっと 2D ですけど、うん、あ、そして 3D で人体を丸ごと作っちゃうと、うん、でそれを動かしてで格闘ゲームを作るっていう、これがバーチャファイターが、1993年。そうですね、もう驚きました ね。実際に人間の動きをねすごい研究されて、中国まで行って格闘技やられたりとか、ね、最初にやっぱり最初からちょっと関節を動かしたり、うん、フルコンタクトのものっていうのはあまりにもハードルが高かったので、うん、
バーチャルレーシングの中でちょっとピットクルーが出てくるんですけど、タイヤ交換したりですね、はいはいはい、あとはあの 3D でしたね、あの、あと表彰式の時にそのなんかこう優勝カップを持ってきてくれるそのアテンダントの人とかっていうので、ちょっと人体を動かす実験をして、でそれでまあなんとかなるかっていうことでバーチャファイターの方に、あの人間の体を丸ごとポリゴンで作っちゃうっていう感覚自体誰もこうまだやってないわけで、今だったらね、やるんだったらどうするかっていうところから考えると思うんですけど、ゼロから考えられたってことで、ツールもないですしね、まともに、要するにプログラムから書き始めて、そうですね、でもその頃もうみんなびっくりしたんです。今はね普通だと思うんですけど、みんながびっくりすることをされて、でもそれが10年後になると普通になるっていう、その辺がちょっとね、ユウさんのゲームのすごいところだと思うんですけど、でもそこでねバーチャファイターシリーズ出してたら、ね、もうずっと皆さんファンついてくるんだけど、さらに新しいことをねその後もされて、ね、人間だけじゃなくて1人だけじゃなくて2人だけじゃなくて、大勢の人をみんないっぺんに動かすだけじゃなくて、街全体を 3D で作って動かし続けると、ね、いうのはやっぱりそのあたりシェンムーまでつながってるってことですかね。そうですね、最初は 3D やるときにその人体っていうものはやっぱり2人しか動かせなかったんですけど、だから企画の中にはあのラグビーやったら15人15人で30人いるし、サッカーだと10人10 11人ずつで全部で22人いるし、バスケだと少なくとも10人だから、大量に人を動かすのは非常に計算難しい、重いぞっていうことがあって、最初の 3D の人体使ったものは2体でやるゲームにしたんですけども、あのやっぱりあの大勢使うゲームっていうのは技術が可能になってきたらどうしてもやりたいと思ってたので、でシェムみたいにたくさん人を動かしてみたいという思いは最初からありましたね。でもそのね、体感ゲーム作って、でもその体感ゲームずっと続けるわけでもなく、全く新しいところで格ゲーやって大ヒット、スタンダードですね、もう国民的ゲームになりました。でシェンムーでまた新しいことやりましたっていう一連の流れ、これちょっとね、今もう一回ちょっとスライド見せていただくと、ね、本当にあの鈴木優さんがゲーム、僕らはだから鈴木優さんのおかげで今ね、いろんなこのもうジャンルになってますよね、 3D の格闘についても、あのレーシングゲームについても、ね、そしてまあちょっと後で詳しく伺いますけど、シェンムーだって、ね、あの当時オープンワールドって概念してなかったわけなので、ね、当時なんか別の言い方でジャンルおっしゃってた、あの僕はあのフリーとかって言ってたんですよ、ね、最初ね発表会ではね、あれなんだって RPG はてなとかっていうのがドーンで、ね、RPG RPG なのかなってみんな思ってっていうふうにはちょっと自分はちょっと RPG とはちょっと違うものを提案したかったので、自分としては RPG って言いたくないし、あ、じゃあ発表会の時に営業側とユウさんの側で共通言語がまだ新しいことだから、そうですね、アドベンチャーとか RPG っていうジャンルしかないじゃないですか、アドベンチャーっても当時はね、あの静止画に文字がいっぱい出てきてどれをクリックするかでしたからね、でいっそのこと新しい名前つけた方がいいだろう、でも新しい名前つけたからもうみんなに理解されないっていう、でもフリーというジャンル、まあそれがあのオープンワールドに、ね、なってとかね、その後、まあ、世界中の、ね、クリエイターが真似をしてというか、そのリスペクトして、ね、それをこうその後引き継いで、でもねやっぱり本家本物はここにいるわけですから、ということでごめんなさい1時間しかないので、あのどんどん話はしょって申し訳ないんですけど、もっとゆっくり昔の話を聞きたいんですけど、最新作の発表、ここからのシェンムー3についてお話しいただきたいと思うんですけれども、いいですか、はい、シェンムー3、あの復活のきっかけについて教えていただきたいと思います。あの再会を思い立たれたタイミングとか理由とか、ですね、あの、まあ、シェム2から14年ぐらい経ってるんですけども、あの割とちょこちょこあの海外の方で公演したりっていう機会も、あのありまして、で結構行くたびにあのシェム3はいつ出るんでしょうとか、シェムの質問が、その全体の質問の8割なんですね、残りの 10% がバーチャで、あと残りが他のゲームですね、僕が作った、だからシェムだけ圧倒的にそういう、あーバーチャ以上にシェム、そうですね、あのですからシェムの質問だけが出るし、まあここ10年というものはあの大体3月か4月になると、その
シェンムーが発売されるという声が僕のもとに届くんですね。もう誰やるんだろうと思いながらちょっとで、まあ、シェンムーに対してどうしても3いつ出るんだっていうのはそのずっと言われ続けていて、まあ、とにかく機会があったらとかできるチャンスがあったらとかどうやったらできるチャンスがあるんだろうって言ってそのきっかけっていうふうにそのそういったものよりもそのずっと継続的にそういう声が溜まってきて、で、まあ、10年ぐらい前からは真剣にどうやったらできるだろう、バジェットの問題もあるし、ライセンスは快くセガの方はいいって言ってくれてるので、あとはパートナーどうしようっていうのでできる方法をずっと考え続けてきたんですけども、キックスターターっていうクラウドファンディングって3年ほど前に知って、この方法と一般的なインベスティメントっていうのを少し合わせて併用するとなんとかシェンムーができるんじゃないかなと。最終的にはもう世界中のファン、もちろん日本のファンももちろんですけど世界中のファンと一緒に作っていこうということを選ばれたということがね、やっぱり今の盛り上がりみんなそれを嬉しく思って、ね、協力してくださっているということだと思うんですけど、本当にね、僕さっきも申し上げましたけど、まずね、これ発表された時のシェンムー3発表された時の E3 会場での反応というか反響というか、あそこ現場にいらっしゃったんですよね。現場にいて、まあ、もちろん会場の席にはいなくて、裏手の方で発表待ってるっていう状態、どうでした？シェンムーの音楽が流れ出したんですよね。そうですね、シェンムーの前にその、行こうとか、で FF7 とか、そうですね、以降も FF7 も結構すごい、すごい歓声が、怒号のような歓声が聞こえてきて、で14年経ったシェンムーは大丈夫かなと思いながらこう裏手で待ってたんですけど、シェムの音楽がかかった途端になんかちょっとひときわ甲高い音質が違うんですね。シェムだけゴーって感じですごいなと思って、シェムギャーってな感じになって、ちょっと黄色い声混じって立ち上がっちゃってる人もいましたしね。でそれでまあその時が一番感動しましたね。自分がちょっと感動して周りがこう涙が潤んできたというか、いやでも会場も泣いてる人いましたね。今ねコメントいっぱい入れてくださってるんですけど、海外の反応シリーズってタグでね、僕もニコニコ最近見て、なんていうかな、シェンムーファンの熱狂動画がねいっぱいネット上がってるんですよ。もうなんかそのみんなの顔見てるとねこっちもニコニコしてきちゃいます。ユウさんが一番嬉しいと思うんですけど、ね、いやもう、世界にシェンムーファンがいてね、ユウさんずっとねシェムファンの方々からのアクセス受けてると思うんですけど、はい、やっぱりあれですね、特に1なんかやっぱりあれ吹き替えじゃなくて日本語に英語の字幕とか入ってるバージョンなんだけど、 YouTube とかいまだにそれでずっと実況されてる人とか、熱いファンいるんですね。ね、生まれて初めてハマったゲームがシェムなんだよって言ったりとか、なんかシェンムーファン同士が結婚しちゃったみたいな、そういう話もある。そうなんです。ファン同士というか、ファン同士じゃないのかな、シェンムー好きで、すごくプレイして、何回もプレイしてるうちに日本語を覚えて、シェンムーで日本語を覚えて、そうか、ね、同じ言葉を結構繰り返すので、ある一定の言葉はもう染みついちゃうじゃないですか。黒服はどこにいるとか、聞いてもらって、それで日本語にちゃんと下に英語字幕出てるバージョンで彼らはやってるんですね。ありがとうとか、かなりヘビーローテーション日本語するわけなので、日本語をそれである程度覚えちゃって、で日本語を使ってみたいということで日本に来て、それで日本で彼女ができて、日本人の彼女が、じゃあシェンムーのおかげですね。その人がのぞみっていう名前で、あこれ運命だと思ってのぞみ、それで結婚された方とかもね、いるんですね。泣こうでやってあげないとダメじゃないですか。あそうか、いや僕が変に出て壊してもちょっとまずい。のぞみだったら ね、それだけで好きになっちゃったかもしれない、まあ、それだけじゃないですけど、そうか結婚しちゃったんですね。のぞみさんと会って結婚されたっていう人もいて、
嬉しい限りですけど ね、うん、ずっと皆さんね、でもね、これ今回こういう形で、ね、出していただいて発表されて、本当にあのこの反響だけでも大成功だと言っていいと思う。本当おめでとうございます。 ありがとうございます。ね、あのでね、ちょっとあのその時のね、あの、うん、話をもうちょっと聞きたいんですけど、復活の時に、スタッフの皆さんというか、あの制作スタッフ の、ね、あの方々 の、あのタイトルとお名前もあのページに出てるんですけど、皆さん どんな反応でした？まずは、まあ、全員が向こうにあのロスの方に行ってるわけじゃないので、あの例えば LINE とかあのメールとかで、おめでとうございますとか、よかったですねとか、あのなんか中継を一緒に見ててあの興奮しましたとか、そういうのがどん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 入ってきましたね。あんなにすごいとはっていうのもちろんね、あみんなそう言ってますね、あのもうみんなびっくりしてましたね。すごいし人気あるし、ね、継続的にみんなの、ね、いろんな、あの、ね、あの盛り上がるって分かっていながら、あそこまで、ね、みんな伝わるっていう。そうですね、まずあの歓声が、あのひときわ大きかったっていうので、あのみんな安心したっていうのもあるし、あのやっぱりあの実況中継見た人の反応でみんな、ユウさんもあれですか、あの動画あの、ね、後で見ました、見たんですね。見てるといいでしょ、あれ、ね、もう感動しますね。みんな本気で泣いてますよね。20分泣き続けた人がいる、なんか本当にあのなんか、ね、世界中の人がなんかゲームユウさんきっかけにゲーム企画につながってるなって、みんななんか世界中に僕らと同じ気持ちの人がいるんだなっていうのをあれ見てるとジーンときますね、ゲームって素敵ですよね。14年経ってね、あれだけの反応をして、もらえるっていうのはそのもうゲーム以外にないですね、多分。なんか映画とか音楽とか小説ともちょっと違いますよね、ゲームって。やっぱりあの、何十時間もかけてずっとこう、ですからグラフィックスの質だけとか 音の質だけで言うとやっぱり映画の方が優れてたりするんですけども、やっぱりこうやっぱりゲームこう何時間もかけて、そのスピリチュアルな部分をこう染み込ませていったりっていうのがあるので、そういう部分はやっぱりすごいところがありますね。さっきもあのね、シェンムーの横須賀の実況見てて、あの場所に行ったって感覚をみんなで共有できるんですよね。あそこにいたよねっていう、ずっとあそこで暮らしたよねっていう感覚なんですよね。僕もあの実況をちょっと先ほど少し見てたんですけど、やっぱりこうなんか何とも言えない世界観です ね。いやでもあれ見るとなんかね、なんかなんとか懐かしいけど新しい昭和なんですよね。あの設定ってあの1999年時点でもちょっとこう懐かしい感じで作られてるでしょ。そうです、そうです。でもなぜか未来感があるんですよね。それが今見るともっとなんか強調されてて、であれを世界中の人がね、アメリカの人とかフランスの人とかやってたっていう、なんか不思議で、そこで同じような気持ちで楽しんだっていうのがすごい不思議。多分シェンムーの特徴の一つとしては、あの、まあ、オープンワールドっていうのもあるんですけど、やっぱりこう文化とか、その日本人 その信念とか考え方とか、そういったスピリチュアルな部分をこう、真っ向からちょっと取り組んでたところがあるんで、そういうところが多分あの文化の違いを海外の方が面白いと感じてもらってるのかなって思って、で文化ってあの古い時代の方がやっぱりテレビがあってインターネットがあって、どんどんその情報が共有化されると、どんどん文化 あのどんどんこう障壁が狭くなってくるじゃないですか。であの時あの手に入れられるヒアリングできる人たちで作ってる当時86年ぐらいまでの写真の資料とか、あのドブ板 あの経営してる人たち あの現役で残ってる人から昔話を聞くとか、そういった中で あれ以上古くなると、あの資料も話す人もどんどん少なくなるって、あの時代にできたあのちょっとその一番古いあの リアリティっていうか、そういう取材においてですね、でそういうことだったんだと思うんですね、やっぱり。しかもさらにそれが後のそこからね、90年代2000年代になっちゃうと、やっぱりあの辺 もう今の方がよほど綺麗になってしまって。そうなんですよ、あの
ドブ板も今行くと、まあ、特徴が、そうそう、であの酔っ払って寝てるなんか西松親父とか、あんまいなくなっちゃった、ね、そうですね、なんかああいうのも含めて、ああいいなと思える、ある意味味があって、あの時あの横須賀だと須賀のジョージとか、古いと横浜だと浜の陽子とか、その地名が頭について名前がぷよんとつくっていう、ちょっと、情報のが、ネット前なんで平準化されてないんだけど、なんかあの、ね、アメリカの文化がちょっと入ってきたりとか、ちょっと粋な言い方とか、本木が木のなんとかとか、面白いのはあの中華街が南京町って呼んでたの、南京町の県とか、なんかちょっと面白いですよ ね、 そうですね、あのなんか、平準化されてないんだけどコスモポリタンっていうか、すごいグローバルで、しかもそれがすごいこうそれぞれとんがってるんですよ、でもそういうのってね、なかなかあれですよね、あのこうその雰囲気って言葉に表せないから、なかなかこう残していけないじゃないですか、写真とかあっても思い出せて、まあこれなんだって、それはゲームってね、それをこう空間ごとこうちゃんとセーブできるんですよね、3D でモーションキャプチャーもできるとなると、その動きまで残せていけますよね。あの親の親父が夜酔っ払ったらどんな風に寝るんだとかって分かんないですよ。でもああいうところあったんですよ。ちょっと怖がって、ちょっと、ね、行くの 怖いような、でもなんか魅力のある、ね、日本の昭和の雰囲気ってあったんですよね。もうそれが世界にちゃんとね、ちゃんと作ればちゃんと伝わるっていうね。あとあのスタッフの皆さん、あの今回はプロデューサーディレクターは鈴木優さんが務められまして、開発を音色さん、あの平井さんもまたあの先鋭的なゲームをずっと作り続けてらっしゃる、あの有名なクリエイターさんなんですけど、あの優さんと平井さんずっとあの、シェンムー後もお仕事たまに会われたりお仕事されたりもされたんですか。仕事はあのシェンムー あの平井君が独立してからは、あのワイン仲間というか、あワイン好きなんですよね、あの一緒にあの飲んだり、仕事は直接してなかったんですけど、チームの話はやっぱり出るわけですよ。それで、まあ、やるときは頼むぜっていう話は、この話が決まる前からは、であの平井はワンツーの時からあのプログラムのヘッドでやっていて、やっぱりシェンムーのプログラム、僕はプログラム、もともとプログラマーですから、あのですからやっぱり自分はプログラムをあの生かしたゲームを作りたいっていう思いがやっぱり多いんで、あのそれをやっぱり一緒にやってくれる人としては、あのプログラム あのトップでやってた平井と一緒にできるのが一番いいことだって自分の中ではもうそこは変わらないんですよね。だからあのシェンムーやることになった時は頼むよっていうことでは、あの、会うたびに言ってたと思うんですね。ああでもそれが果たされたわけですよね。そうですね、よかった。ね、やっぱりそのシェンムーのコアの魅力をね、あのもう世界中に伝わってるその魅力を作られてるオリジナルスタッフがここでまたねがっちり集まったっていうのも嬉しいですし、ね、そこであのユーさんしかできない、平井さんしかできないこと、ね、見えない世界観みたいなのがあると思うんで、なんかそれだけでもね、なんか OK じゃないかっていう気がするんですけど、はい、あのすみません、どんどん時間が過ぎていくんですけど、できるだけたくさん聞きたいと思います。あの次にあのクラウドファンディングの成果につきまして教えていただきたいんですけれども、あのすでに皆さんご存知と思いますが、ユウさん今回ですね、開発資金をすべてゲームファンから募る形でプロジェクト公開されていまして、改めてこのキックスターターという仕組み、あのどういうことかスライドをあの用意していただいてますので、あのご覧ください。全てのゲームファンから募るこんな形ですね。あのちょっと読ませていただきますが、キックスターターとはあの自社のウェブサイトにおいて、クリエイティブなプロジェクトに向けてクラウドファンディングによる資金調達を行う手段となっています。資料的にはこれだけなんですけど、ちょっとページあれですね、リンクしていただけたりすると、あの、ね、後でちょっと、ね、あのリンクいただけるとちょっとそこを見ると分かると思うんですけど、あの本当にあのもう一回言いますと、あの全てのゲームファンからあの資金を募りますということで、クリックしていただいてですね、キックスターターに登録していただいて、クレジットカードが持っていると大丈夫ですね、クレジットカードって、でその時 あのもちろんあの応援の仕方みたいなバリエーションもですね、いろいろとご用意されているので、これ本当に最初はあの
5ドルから始まってですね、29ドル、60ドルで、100ドルになるとパッケージ版とかもろもろ、これちょっとページを開いて見ていただくといいと思うんですけれども、でね、ちょっと もっと応援したいよって方はね、鈴木優さんのサイン付きイラストがもらえるとかですね、あとね、もっといくとですね、オリジナルのね、革ジャンとか、あとあれですね、ディナーペア券、これもう売り切れちゃったのかな、ね、まだモナコが残ってます、はい、1枚残ってるんですね、さっきちょっとあれなんですけど、はい、その今回の資金調達は、はい、YS ネットが独自にファンディングしているものとプラス皆さんから調達するクラウドファンディングっていう形で今進行しています、はいはい、それでね、皆さんから の本当にゲームファンから直接ね、応援していただく形で公開されて、開始からこの成果がですね、開始からわずか1時間42分で100万ドル到達、でこれがギネスに認定されたと。そうですね、はい、その皆さんのシェンムに対する期待と思いの強さがこの結果になったと思うんですね、うん、あとわずか8時間半で、うん、2ミリオン、はい、200万ドル、うん、達成 して、はい、これもまたすごいことですね。でこれが今日時点でさっき拝見して468万ドルとか、ね、それぐらい出て、多分本当に記録的な奇跡的な、ね、本当に愛されて、ね、皆さんに、ね、応援されてるっていう状況で、あると思うんですけど、この辺のちょっともうちょっと具体的にね、お聞きしたいんですけど、やっぱりこれはあれですか、その資金の集まり方によって YS ネットさんがやる、まあ、直接どっかでね預かった大事なお金なので、本当に大事に使っていいゲームを作りたいみたいなことを発言されたんですけど、はい、やっぱり資金のアマウントによってゲームのボリュームが変わっていくということなんですか。そうですね、基本的にはその現在集まっているバジェット、集まっているお金で基本的な部分は作って行けますし、はいはい、やっぱり今回僕がシェンムでチャレンジしたい部分、新しい部分っていうのがエリアの売社っていうところにあって、そこでのシェンムの新しい魅力っていうのはぜひやってみたいということについてはおそらくできるんですが、例えばそのオープンは、まあ、昔フリーって呼んでて、シェンムの一つの特徴としては選択肢の広い形の、オープンワールドライクな、その中で何にでもできる、この空間の中で何でもできちゃうっていう、好きなことできちゃう。やはりそこのボリュームについては、やっぱり予算が多ければ多いほど広げていけると、で最低限のことはもちろんできるんですが、これからシェンム、先ほど言ったようにギネスが出たり、皆さんのおかげで何個かの奇跡を達成してるんですが、やっぱり残りもうキックスターターも、6日を切った状態になってきまして、あとその目標10億円っていうところ、10ミリオンダラーっていうところを目標にして、ちょっとでもオープン、皆さんの一番期待している部分でもあるオープンワールドっていうのを充実させたいなって考えているんですね。で皆さん の協力によってまた奇跡が起きることを信じています。うんね、もうクラウドファンディングが成立しました、ギネス乗りました、いくつかの奇跡がありますけど、これね、今ね、実はユウさんってなかなかこういうアピールをしてくれないので、みんなに今言わされてるんですけど、ところ ね今日は本当さっき打ち合わせでね、もうみんなすごい出してくれて、本当お小遣い、ね、の少ない中貯めて全部出してくる、もうありがに出してくれてる人もいて、もうありがたくから、もうね、それで今日はありがとうっていう番組にしましょうっておっしゃったんですけど、いや、その前にね、僕らが1000万ドルあればここまでいけるみたいなことをどっかのインタビューちらっとおっしゃったのを僕ら見てね、じゃあせっかくこんな番組やるんだったら、ね、5億と言わず10億、ね、集められるような、ね、ちょっときっかけになれると嬉しいなと思って、
ユウさん行ってくださいねってさっきちょっと無理やり、ね、あの本当だからもうみんなもう、ね、あのファンの方々いっぱい出したと思うんですけどね、あの1000万いけばユウさんが思ってる本格的なオープンワールドゲーム、オープンワールドフリーのね進化系のオープンワールドある部分こう見せることができる、できればね日本から世界制覇するオープンワールドゲームというか、うん、フリーのゲーム、あのフリーゲーム 3D のねリアルあの空間ゲームをね作ってもいただきたいので、ちょっとあのファンのみんなあの自分で出すっていうよりも友達にも巻き込んで ね、うん、ねこんなゲームあるからちょっとね応援しようよみたいなことを広めてねツイートしてね、ちょっと2ちゃんにもちょっとスレッド立てていただいてですね僕も出しますよ、出しますよ、もうありがとうございます、ありがとうございます、やろうよみんな、ね、うん、ね、ユウさんが作ったゲームジャンル、新しくゲーム作ったゲームジャンルで今ね世界で大ヒット作品がいっぱい出てるんだけど、やっぱり大御所ね本家本物が動き出した、しかもねあのゲームファンと一緒に作ろうっていうねこういうチャンスができたわけなので、ちょっとこれはねあの3つ目の奇跡を、ね、ぜひ一緒に、ねやっていきたいし、あとねもちろんあのいろんなところからのサポートも出てると思うんですけど、坊下さん坊下さん坊下さんぜひ、ね、それはもっと大きなお金を ね、 ね、 ね出して、ね、いけばこれはあの、ね、日本の文化ゲーム業界にとってもすごく大きなあのことだと思います。もうちょっと具体的、すみません、ね、喋りすぎました具体的なシムスリープロジェクトについてあの伺いたいんですが、ゲームのコンセプトにつきましては、ね、先ほど の、 あの、ね、特設ページ、あと、ね、あのキックスターターのページとか含めまして、あの動画とか資料公開されてますので、あのまだご覧になってない方は随時、ね、あのいろんな動画が上げられてますよね。あのリアルタイムで、はい、あの動画あの上げられてますのでご覧いただきたいんですけれども、改めてどんなゲームになるかもうちょっと詳しく教えていただきたいんですけど、あのテーマとかあとまあ今回の設定とか物語とか、その辺り教えていただけますか。今回はあのシェンムー2の終わりがあのハッカソンっていうあのそのケイリン の、 その山水画のきれいな地域のところでちょっと終わっていて、シェンファの家で終わってるのでその続きでハッカソンの本格的な探索から始まります。で、今回はその山の中から始まることもあって、あのシェンムー2では香港の街をどっと広げていったんですが、一つはやはりあのシェンファと2人っていう時間も長くなるので、もちろん新しいキャラクターもたくさん出てくるんですが、その2人をあの深く描いていくっていうために、あの新しいちょっとあの選択の会話システムとか、あのとかあの親密度とかっていうパラメーターを持ってとか、キャラクターパースペクティブとか、まあ分かんない名前いっぱい並んじゃってますけど、あの新しい試みがたくさんされています。でもう一つはあのもう一つのエリアはやっぱり皆さんオープンワールドみたいなところを望んでらっしゃる方が多いので、長武っていう街でそれを実現したいと思ってます、うんうん、で大きく3つのエリアがあって、3つ目が売社というエリアで、実はこの売社の中に今回僕がやりたいことが結構たくさん入っていて、そのなかなかちょっと新しいことなんであの少しお伝えしにくいんですけども、簡単に言うと、三国志っていう中国の有名なあのやつあるんですが、あのそこに中国の古典的な戦法とかいろいろなことがあって、ちょっと三国志ライクにあの籠城戦っていうのをちょっと考えています。シェンファの親があの紫雲門の方にさらわれたり、鏡の行方がシェンファの親があのさらわれていったところにとあの一致したりすることで、あの、うん、シェンファとリョウの目的が一致してきますから、うん、そこで敵のアジト城みたいなところをあの攻略していく感じで、うん、みんなでそこに乗り込んで籠城してあのそこに出てくるいろいろなあの作戦、まあ、ゲームでいうとイベントとか、うん、クエストとかっていうのがあの一つの、 あの
三国志でいうそのいろいろな経って水の経やらいろんなその古典的な戦法になるんですけど、あの三国志知ってる方はちょっとニヤッとするようなものがあのシェンムーの世界に合わせた形イベントで展開されるっていうことなので、これであのちょっとその新たなシェンムーの魅力をあの感じていただけるといいなと思ってます。今回もものすごい新しいことを実はね考えられてるっていうね、知られると、あのハッカソンからまあ2番目のエリア3番目の売車まではつく今回入る、はい、入ります。で、ね、主にやっぱりあの長部っていうところがオープンワールドなので、あの長部の充実、長部を充実させることとか、うん、あのハッカソンっていうところについてもそのボリュームを上げていくとか、そういうことでやはりあのそこがちょっと結構バジェットの結局ね、そのあたりのオープンワールドの作り込みってあのこれはあの精神論じゃなくて実際にあの資金と比例するところが、ね、これあるんで、これやっぱちょっとお金集めていただいてて、まあ、あの応援していただいて、そうですね、あのなんか友達の方とか、うんうん、あのおそらくあのキックスターターやってるよっていう話自体が、うんうんうん、まだ知らない方もたくさんいるかと思うので、うんうん、あの友達の方とかにちょっと教えていただいたり、うんうん、あの最後あの盛り上げて行きたいと思ってますから、うん、皆さんちょっと応援していただいて、ね、あと中国 の、ね、あの三国志に乗っ取ったこのあの戦法で多分こんな風になるのか、あのなんかこう妄想が広がりますけど、今回そういう文化も入ってくることでね、あのもちろんあの海外の世界中の方、ね、中国の、ね、大金持ちの方々とかどうですか、爆買いどうですか ね、 ね、あのぜひ、うん、渡辺さん、あの決してね、あの、うん、三国志と言われるとすごく難しくなりそうなイメージがあるんですけど、難しくはないんですよ。あのシェンムっていうのは例えばあのバチョファイターと比べるとそのタイミングゲームではないので、僕は思考型ゲームとしてあの QTE でもやるたびにだんだんこうそのプレイヤーのその反応に合わせて緩くなったりして、あの基本的にはね、基本的にはあの誰でもあの遊べるような形でシェムっていうのは考慮されているので、あの誰でもあの遊べるように、三国志と言われてね難しそうに考えられるかもしれないけど、そういうことはないので、あのちょっと新しいシェムをねぜひ遊んでいただきたいなって思う。あとね、あのずっとみんなが、ね、町のシェンファについて結構じゃあ今回はかなりしっかりと描かれるっていうのも、とうとうシェンファの時代が来たぞという、ねね、ずっと最初から、ねね、でもその期待できるし、あとねさっきちらりと言葉が出て言っちゃっちゃいけないこと言っちゃうかもしれない、キャラクターパスペクティブなんとかでしたっけ、あなんかそういう新しいシステム、その人間関係とか人間のね、あの振る舞いについてもそういうなんか作り込みというか新しいアイデアが、そうですね、あの、あのキャラクターを例えばプレイヤーキャラをちょっとチェンジできるシステムを考えてるんですが、やっぱり今までそういうゲームもあの中には今までもあったと思うんですが、あのちょっとそういうのとはちょっと経路が違っていて、やっぱりキャラクター設定とかキャラクターの性格とかによって、その量だったらこういう行動範囲をプレイヤーが選ぶんですけどね、でこういう範囲に限られる、でも連だったらおそらくここまでの範囲は量は絶対選択しない行動があるだろうって、言動だけではなくて、でシェンファだったらあの女性が女性であるがゆえにこの選択肢はないだろうとか、で男は絶対ここは選択しないだろうっていう選択肢で進んでいくので、その何でしょう、セリフがちょっと違ってるんじゃなくて、あの性格によって全く違う感じになっていくっていう部分を、 それぞれ の、 あの際立った性格の面白さを、うんうんうん、でまあ、キャラクターの個性っていうことだけじゃなくて、あの基本的に男と女の考え方の違いってどっかでなんかこうクスッとくることがあったり、そうだよねみたいな話がちょっとあるじゃないですか、うん、男同士でも女同士でもあるかと思いますが、そういったその日常的なあの楽しさっていうのもあの魅力として、あの
入れていけたらいいなと思いますね。楽しみですね、結構やり込めそうですね、もちろんその心、ね、この物語もね多分すごいいろいろ用意されてると思うんですけど、そういう意味ではね、いろんなキャラクターのアクションなんかも含めて、なんかちょっとあの量のジャンプについて質問に答えられてましたね。量ジャンプするっていう、今回そういうなんかアクション的な進化もやっぱり山登ったり、こう崖をよじ登ったりみたいなアクションシーンあるんですかっていう多分ご質問だと思うんですが、入れる予定ですね。キャラクターね、そういうふうにもちろんね、その単なるアクションが増えるというか、それによって描かれるキャラクター像が、ね、さらに際立ってくる。きっとね、それがね、女性キャラとまた別の、フォークリフトって、フォークリフト、やっぱり見なくて、あれですか、ちょっとごめんなさい、こちらユーザーから、ユーザーの皆さんからね、いろんな質問が入ってくる、今、いろいろ届いてくる質問って、どんなことが多いですか。やっぱり一番多いそのものは、次のストーリー、どこまでとかどうなるんでしょうっていうのが第1位で、第2位はオープンワールドが、まあもう先ほどお答えしたんですが、オープンワールドどの規模になるんでしょうかとか、再現されるんでしょうかと。3番目がなんかフォークリフト、やっぱそうなんだ、はい、これなんで突如そういうレベルの話の中にこうフォークリフトが、なんでフォークリフトがこんだけ世の中に人気があるのか今回 どうなんですか、フォークリフトはちょっと困ったな、なんとかしてフォークリフトを、それはストレッチボール入れましょうか、なんとかフォークリフトを入れるね、入れるストレッチボール作りましょう。まあ、正直言うと今の規模の、先ほどオープンワールド的な遊びを用意しようと思ってる町が長部っていう2番目の町になるんですけど、やっぱり長部の今のサイズ、今予定してるサイズではもう基本的なもちろん遊びクエストイベント、ミニゲームなんかも用意はしているんですが、今の規模のいわゆる港町なんですね、長部っていうところが。今の、規模の港町で大型客船来るわけでもなく、そこに荷運び用のフォークリフトがあるのはちょっとボリューム的にちっちゃいですね。で、まあ、長部がでかくなればですね、フォークリフトを置けるんだけど、あ、それは予算に切り出すよ、ね、フォークリフトをちょっと人質にとってあとね500万ドル、ね、やっぱり実際のゲームの中にフォークリフトを置きたいじゃないですか、あとはまあギリギリで考えて、じゃあゲームセンターみたいな、まあ、長部の町の規模でいうと敵屋っていう、ゲームセンターっていう名前つけるほどのでかさじゃないですけど、87年か88年っていう設定で多分やると思うんですが、88年に長部の敵屋にセガ社の新型ゲームフォークリフトレースが供給されましたみたいな話にするか、まあできればゲームの中のゲームで出るよりは実際のゲームの中に出た方がいいかなちょっと思うので、可能性ありと、応援しましょうよ。ねえ、ねえ、ありがとうございます。せっかくなんでこの流れでちょっと皆さんからの質問もね、コメント、はい、ね、ゆうさんに質問、終わりの方は今書いてますよ。あ、これをすごい量です ね、読むのがちょっと大変ですね。読み切らないぐらい早くて、ね、セガって名前が出て、またガチャは出ますかとか、セガって名前が出て嬉しいとか、そういうセガファンの方いらしてくれていいですね。今回ね、セガさんともこうきちっとこう、ね、コミュニケーション取られながら、ええ、お寿司って好きって書いてありますけど、僕は好きですよ。松風くんのキャスティングはって、松風くんには、またお願いしようと思ってます。はいはいはい、いいですね、
早くて読めないですね、すごい量ですね、うん、何章まで、まああれですよね、何章の概念も大体今の話の流れの中で、まあ、かつてね全11章みたいな概念が一番最初に提示されて、ただ最初はその1章がさらに膨らんだような感じで最初出て、うんうん、で次のが香港まで2章3章って感じでしたっけ、っていうイメージなのか、11章の中で言うと、まあ、正確に言うと、例えばあの、シェム1は1章がシェム1そのままなんですね、で2はあの香港が2でしたから、それとあのシェンファに合うところが5章か6章に入ってたんで、シェンファに合う部分だけをちょっと持ってきて、実は3章は列車だったんですよね、その列車の中のシーンで、だから3章は全く使われてなくて、で11章まであるんですけども、あのそれはあの最初にそのイメージとかを作るために、うん、あの1回ノベルを作ったんですね、でそういう形になっているので、あのそれをベースにそのゲーム用のシナリオではないんです、で全部ゲーム用のシナリオにすると、ここがこんなイベントが入って、ここにこのクエストで、ここでフラグが立ってっていう、ゲームとしてゲームシナリオじゃないんで、そのゲームを作るためのシナリオに起こしていくための一つのベースになるものっていうことでやってるので、ですから11の最後まであの無理に作っても、あの要はそのいろんなところをはしょりながら、今回のゲーム30時間で遊ぶか、まだ60時間で遊ぶようにできるか、まだ分からないですけども、そこであの無理に進めるとゲームとして決していい形にならないだろうということで、あの今回はあの残念ながら最後までいかないんですけども、ゲームとしての完成度を上げるためにそうしたっていうことで、皆さんにはちょっと理解いただきたいな、さっきの話でね、大体イメージは分かったんで、結構なボリュームがね、3つの村でオープンワールドあり、ね、ちょっと新しい、ね、完全に新しいチャレンジもありと。チャイは出ますか？出てます。昔のシナリオと変更点ありますかっていうので、今質問あったんですけど、あの昔のシナリオはその先ほど説明した通り、あのベースになるストーリーがあるんですが、ゲームに置き換えるときに、例えばあの今回の場合は例えばエンジンをこれにするとか、バジェットがどれぐらいをとか、あの開発期間がどう誰とかっていうことによって、あのゲームの内容をある程度こう変更しなくちゃいけないじゃないですか、そのプラットフォームがなんでということも含めて、ですからあの結構シェム3っていうだけで、あの5つぐらいあのゲームの構成があったりして、で今回その1つの構成の中でもストレッチゴールっていうキックスターターに合わせるためにバジェットに応じて何段階かあるっていうので、実はあの複数あるんですね。で今回あの今回用に向けて、あの一番あの自分の中で適すると思われるものをあの用意したつもりなんですね。はい、でもそのあたりもね、多分これからあの、まあ、もちろんあのサイトの方も更新していきね、聞かれると思うんで、ちょっとずっと皆さんね、ワクワクしながら、ね、あのもう一つちょっと質問する、僕あのちょっとあのキックスターターのストレッチゴールにちょっと言ってみてもいいですか？はい、お願いします。さっきちょっと今の段階のキックスターターの資料が途中で挟み込みであったので、ちょっとそれを渡して見ていただきながら、今こんな感じなんです。ありがとうございます。あのストレッチゴールっていうのが今あのキックスターターのページ見ると日本語がまだあの全部英語で、あ、これごめんなさい、違いました、ね、全部英語でちょっと読みにくいかもしれないんですけども、あの写真 の絵みたいな資料もあるので、それで予測していただいて、であとはあの更新ちょっと遅れてるんですが、あのシェム .link っていうところにあのワイスネットの方で運営しているそのキックスターターと連動するページがあって、そこで日本語が載ってます、はい、でただあの英語の方が先に対応していくので、その対応がちょっと遅れ気味なんですが、そちらの方もちょっと見ていただくと、あのリワードの件
ちょっと確認できると思います、はい、リワードのページもあるし、うん、あのだからあのおいくら、ね、応援したらこんなことが、うん、こんないいことありますよって特典のページもあるし、あとそのスレッジゴールっていういくらまで集まったらここまでゲームのボリュームとか、ねうん、あの作りますよっていうね、もちろん今ねもうすでにゲームを作るってことは達成して、ね、されてるんですけど、その後ねあのどういう広がりあるかっていうのもまとめられているので、100ドルからあの自分のクレジットが出るようになったり、あの600ドルぐらいでゲーム内にあなたの顔あの名前がきちっと出たり、いいっすね、うん、あと似顔絵が出たり、うん、あなたの顔が、ガチャガチャのキャラになって登場したり、でそういうのもちょっと、ガチャガチャがいくらでしたっけ、ガチャガチャがいい、うん、700ぐらいで似顔絵が、ね、700ドルぐらいで似顔絵が出たり、ちょっと高いですけど、敵キャラになってですね、まあ、これはここまでちょっと今まで言ってなかったんですけど、売者の中で、うん、結構敵 の, 結構バトルで相手になるような結構重要なところに、そのいいな、自分の顔で出られるんです ね, ね, いいすね、自分で自分を殴る羽目になっちゃいますけど、あでも、まあ、なんともちょっと自分で自分を殴ってやっつけないと先にゲームが進んでいかないというちょっとジレンマが、ねあるかもしれないですけど、葉っぱを加えさせてくださいみたいな希望いけますかね、希望出してください、葉っぱぐらいならなんとかなる、ごめんなさい、今一つちょっと質問なんですけど、はい、シリーズの過去作品は遊んでないんですけれども、これから始めても大丈夫ですか、これでも遊びますか。そうですね、はい、今回過去の作品知らなくても、簡単なちょっとプリビアスストーリーみたいなものが分かるようなフラッシュバックのものを入れることになっているので、それを遊んでもらって、そこが含まれているので、遊ぶというよりはそこを見ていただいて続けられるようになってます。でもちろんそれ全くそこをパスして進んでも大丈夫だと思います。うん、遊べるようになってると思います、うん、だから若い皆さんもね、この伝説にね今から参加するってどうですか、ね、で逆に言うとね、シェンムー世代の皆さんは若い子にねこのシェンムーの魅力をね伝えてね広げていきましょうよ、ね、僕の稲さん出して、はい、稲さんに電話かけられるようにしたいと思います。あ、いいっすね、ね、稲さん元気だといいな、そういえば一応稲さんっていう声もちょっとマニアックな方もいるのでその路線のマニアック、稲さんとツーショットで、そのくっついて稲さんツーショットの自分の顔の入ったガチャの景品になれる権利っていうのもあります。いいっすねね、望みばかりでなく稲さんもちょっと考えておきます。あ、そうか、それガチャで出る、一生ガチャやってますね、自分が出るから、そう、稲さんファンも多いんだよね、福さんもね、見なせていただくんですよね。福さんもちろんあります、ね、うんうん、そう、コンプしたいですね、お小遣いくれてっていうなんか質問マジにある、何か、うん、稲さんまだ生きてますから大丈夫です、ね、稲さん結構ね最初ボコボコになってもすぐ元気になってますから結構ね生命力強いですよ ね, ね、あーなるほどね、キックスターターが終了して、あるいはまあ結局なしゲームが出てからもその後例えば拡張されていくとかそういうこともあり得るんですか。ちょっと今質問があったんですけど。そうですね。まだ決定はしてないんですけども、そういう可能性機能については、うん、検討してます。うん、なんかだからこの一旦多分ね、だから5日後、4日後、5日後に締め切られると思うんで急いでほしいんですけれども、なんかちょっと完成されたから、あるいはまあ公開されてからでもなんかもう一回チャンスいただけたりするとね、多分公開されてプレイされて皆さんのまたね盛り上がりとかお祭りになってくると思うんで、いろんな形で、ね、ユーザーさんとこう。ね、お祭り一緒にやりながら育てて行っていただける、うん、育てて行っていただける 両方のサイドでね応援して頑張っていけるゲームになったらいいなって僕なんか思うんですけど、
あの発売日については今の発表だと来年の暮れってことでしたっけ？再来年、再来年2017年の末を予定しています。はいはい、再来年の暮れということですね。2017年の末と。それまで楽しみですね。なんかそれまでじっと待つだけじゃなくてね、こういうふうな、ね、番組とかね、あるいは、ね、あの作られてるサイトの更新とか、ね、あと4日間5日間キックスタートのページを見てね、みんなを巻き込んで応援して、で、ね、応援した人は、ね、ちょっとガチャガチャに出てくる自分を、ね、楽しみにするとか、ね、そういうのもずっと続きますよね。ええ、うん、それは日本だけでも世界でねできちゃうということでございます。すみません、時間がちょっと過ぎてしまってきたんですけれども、すみませんね、本当ずっとお話聞いてたいんですけれども、ちょっとまたの機会ということで、ごめんなさいね。もう一個ぐらいで質問取りますか。ごめんなさい、もうみんなもうちょっとじゃ質問ね、もういいですか、すみません、延長で、うんうんうん、原崎が人気ですね。そうですね、原崎のどうしても気象とか、うんうん、なんかこう出してほしいっていう声が非常に大きいので、うん、どうやって出そうって、うん、ずっと考えてた。で、うん、とうとうテレフォンカードという国際テレカというそのアイディアが出て、のぞみに電話した時にその昔のイメージがダブルみたいな、そういう出し方ならまだなんとかなるだろうっていうことで、うん、今考案して、その時代に国際テレカがあったかどうかっていうのは皆さん追求しないでください、ね、その懐かしのゲームっていうよりもずっとリアルタイムで原崎さんって、いわゆる、ね、美少女キャラクターとしてゲームの世界ずっと人気ですよね。やっぱりなんかアンケートとか取ってもらうと人気上位に入ってきたり。そうなんですよね、良かったです、うん、それは、うん、なんかみんなも全部答えてあげたいですけどね。世の一生を変えたりできますかっていうのがありましたけど、変えたいですよね。変えるシステムをきちっと入れたいですね。ちょっと今寮の革ジャンも今出してるものはちょっと新しすぎて、ちょっと着古した感じにちょっとしたいから、革ジャンなんかももうちょっと、もうちょっと量に合わせたものにしたかったり、で中国の憲法着みたいなものもちょっとかっこいいから、そういうのもできればね、対応したいですね。そのあたりでね、まだね時間はあるのあるか、そのゲーム開発これからゆうさんも本当に忙しくなると思うんですけれども、2017年の、ね、末まで、できればちょっとまたこういう機会。そうですね、普通のゲームっていうのは発売間近にならないといろんな情報を公開できないんですが、今回キックスターターということもありまして、バッカーの皆さんに対してタイムリーにちょっとずつ報告も兼ねてやっていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとまたの機会ということで、ね、ちょっとごめんなさい聞き足りないと思うんですけど、お時間が来てしまいましたので締めさせていただきますが、最後に鈴木さんから鈴木優さんから、ユーザーの皆さんに一言、特にバッカーの皆さん、これから応援しようという方々に向けてですね、世界のセムファンの方々に向けて一言お願いいたします。はい、キックスターター の, キャンペーンも残り6日を切りました。皆さん友達の方にキックスターターをやってること自体をまだ知らない人たちもいると思うので、ぜひ皆さんの友達にも今シェンムーのことやキックスターターのことを教えてあげてください。シェンムーがまた少しでも皆さんの思いに近づくように、皆さんの応援これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
本当にあの今日はありがとうございました。あの本当にね、あのシェンムー3が出るということだけじゃなくてですね、あのこのキックスターターというシステムを使って人気作品の続編を作るというね、その新しい試みがもう成功している、みんなの応援でゲームが成立するっていう、そしてね、でも何よりもね、あの僕はあの鈴木優さんがまた新しいことをね、あの実はとんでもなく新しいことを、過去 の、ね、あの続編というだけじゃなくて新しいことを考えられているということも今日の放送の中でお話しいただいて、本当にあのワクワクしました。あのまた何かきっかけがありましたときにはですね、ちょっとあのゆうさん本当に忙しくなると思うんですけれども、ぜひあのニコ生、あの僕もお手伝いさせていただきますので、あのお話していただけるとありがたいと思います。ということで、あのまたお会いできる日を楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。